はい、どうも順坊です。この XSR700 もですね、私が、新車で買ってから約1年経ちますね。1年あっという間ですけども、まあね、1年間乗ってきてですね、このオートバイに関していろいろ感じたことをね、自分なりにね、ちょっとね、今日は総まとめじゃないですけどもね、1年を振り返っていろいろとね、ちょっと語ってみたいと思いますけれども、はい、そんな感じでね、まあね、このバイクについていろいろ述べるんであれば、特に走らなくてもいいんですけども、それじゃあ元ブログの意味がないということでね、これからね、国道4号線を北上して、まあ、去っての方、その先ね、茨城の五ヶの方まで行ってみようかなと思ってるんですけどもね、はい。まあ、とりあえずね、先に言っときますけど、まず、順坊このバイク乗って、一番初めに一番気になった点はね、やっぱこのスイッチ、メインキーのスイッチの位置ですね。ヘッドライトの後方にあるわけです。で、その前にね、こうあのメーターのインジケーター、メーターがありまして。ですから、非常にメインキーが入れづらいんですね。自分がオートバイにまたがった状態からね、メインキーを入れるのが非常に厄介だと。で、まして、私の場合、ここにクランプバーってのをつけちゃいましたんで、もうメインキーが全然見えない状態じゃないですか。ですから、ここで手探りで、キーを入れて、んで、イグニッションキーをオンにするんですけども、このキーの出し入れが煩わしいと。まあ、メーターを移設してね、で、このキーを扱いやすくするという方法もあるらしいんですけども、まあ、基本的に順坊純正好みなんで、いろいろ改造したくないと。ね。そういうのもあります。それと今、まあ、今エンジンかけましたけど、この、主張のないサウンド。主張のないツインサウンド。ね。モーターみたいな。まあ、今のね、オートバイのツインの特徴なんでしょうけども、この主張のないサウンドもね、これいまいちかなと。乗ってる気がしない。ね。それとこのタイヤ。まあこれ80年代流行したタイヤだと思うんですけども、こういまいち信頼性がない。ね。人によってはいいよって言うんですけど、私はちょっとダメですね。まあ私の体重のね、関係もあるんでしょうけども、特にね、右左折するときに、その右左折する道路のところに、道路上に横断歩道とかのペイントがありますと、そこでちょっとオートバイ寝かしすぎると、スリープするんですね。これ未だに起こりますね。はい。昨日もなったんで、ちょっとヒヤッとしましたけど。まあ、ひっくり返るほどのスリップは起こりませんけども、ちょっとスリップしやすいね、気がします。はい。まあ、主だったところはそのあたりで、あとは特に不満はないんですけども、あ、それとね、クラッチ。これ現行車にしては、これ現行車にしては、ちょっとクラッチが重たい気がしないでもないですね。はい。で、クラッチのつながり方もちょっと雑な感じを受けなくもないね。だこの辺はちょっとシビアにやってやらないと、オートバイがボーンって飛び出しちゃう。トルクがありますんでね。そういったとこがありますけども。はい。まあ、全体的なデザインはですね、非常に優秀で、まあ、エンジンユニットも MT-07 から受け継がれたものなので、非常にコンパクトでかっこいいですね。はい。サウンドに関しては、まあね、今時のツインのパラレルサウンドっていう感じで、こういまいち主張性がないんですけども、この辺がちょっと残念なとこですね。はい。まああと長距離はですね、まあ一度二度走ったんですけども、よくインプレッションとか見ると、やっぱり風の抵抗を受けるよとか、振動が高速で起こるよとかって言うんですけど、私自身は、そんなに気になりませんでしたね。もう元々乗ってるオートバイは古いオートバイなんで、順坊すでにね、70年代のオートバイ乗ってるわけじゃないですか。ですからもう、鼻から振動すごいし、風の影響をまともに受けるんで、それから比べたらこのオートバイはもう天国ですよ。ね、天国の乗り物。ということでね、これから国道4号線をひた走るわけですけども、ね、天気もいいんで爽快に走れることでしょう。
それとね、コーナーね、コーナーリングはですね、まあ、悪くないですね。ですごく良くもないですね、普通ですね。それなんで普通かっていうとね、このオートバイ結構車高が高いんですよ。で、私オートバイまたぐとですね、スニーカーだとそうですね、つま先立ちほどまでいかないですけど、それほど足つきが良くないね、まあ、ブーツ履くと足べったりになるんでちょうどいいんですけども、ただオートバイ自身が非常に軽くできてますんで、軽く感じられるようにできてますんで、ね、700cc クラスのオートバイの割には非常に軽く感じます。はい、そうだから何しろね、この着座位置がちょっと高い、この高いんで、峠でグイングイン攻めるようなそういう乗り方はちょっとできないですね、オートバイとともに自然に曲がっていく感じですよね、まあ、そういったところもトータル性含めてね、悪いところないんですよ、ね、悪いところもないのが逆に欠点じゃない悪いところがなさすぎて、つまらなくなってきちゃうんだよな、飽きてしまう、まあ、現行車にありがちな部分ですよね、味付けが薄いというか、ね、どのオートバイも非常にねライダーライクで乗りやすく作られてますからね、だから自分でオートバイを探るというよりも、ね、自分がそのオートバイを買ってそのオートバイに乗らされてるって感じ、今のオートバイはね、だから自分が非常にライディングテクニックが上達したとね、勘違いしてしまうっていう部分もありますよね。でもそうじゃないからね、今のオートバイは誰が乗ってもそれなりの性能を発揮しますからね。その辺が落とし穴であって、またその辺が飽きる要因の一つでもあるんですよ、ね、このオートバイもちょっとそういったところは見受けられますね。で本当に、まあ、もう一度繰り返しになりますけど、振動あるって言うんですけど、振動なんか感じないですけどね。自分いつも2サイクルの3気筒、ね、50年前のバイク乗ってるからっていうのもあるんでしょうけども、これで振動うんぬん言ったらどんなバイクも乗れねえだろうって感じがしちゃうんですけど、まあ、順坊ここ10年ぐらいね、いろんなバイク乗ってきましたけども、忍者の線を借りたり、忍者400乗ったりね、トライアンフ乗ったり、BM 乗ったり、現行車もいろいろ乗ってきましたけども、ね、CBR25WR、あれも乗ったね、まあ、どれもいいバイクなんですよ、非常に、本当によくできてね、しかも電子制御付きのオートバイなんていうのはもう最高でね、MT-09 とかね、なんじゃこりゃって感じですけども、まあ、やっぱり現行車全般に言えるのは、どのオートバイ乗っても同じに感じてきちゃうんだね、慣れてくるとね。まあ、目指すところが一緒なんでしょうから仕方がないんでしょうけども、どのオートバイ乗ってもやっぱオートバイに乗らされてる感、それが消えないですよね、まあ、このバイクは電子制御されてないんで、そういった部分はヒューマンライクなんで、まあ、まだジンバ一体感ある程度はあるんですけど、この上のクラスの、ね、ヤマハの MT-09 とか忍者の1000となるともう完全に電子制御されてしまって、人間が介入する部分が非常に少なくなってるよね、そうするとね、やっぱりオートバイに乗るときに発揮する体の五感っていうんですかね、そういうのもね完全に発揮しきれなくなってくるんだね。オートバイ任せになってますから、そういう部分が、で例えば70年代のそういう私が乗ってる川崎のマッハ3とか、そういうのはねもうエンジンの音からクラッチの音からね、ブレーキのかけ方からもうすべてバイクのすべてをこう五感でねこう感じながら、それでバイクと一体になってそれで走っていくっていう、そういうことをしないと、とても走れないんですよ昔のバイクね、そういった人馬一体感っていうのは今のオートバイには薄れてますよね、この XSR に関してもね、でもね、順風もこういうね、なるべくおとなしいバイクと思って XSR 買ったんですけど、結局こいつトルクがすごいんで、ね、結構暴れ馬的なところあるんで、まあ、その持ち味生かして、ね、順風は遊んでますけども、ね、忍者400あれはね結構おっとりしてましたね、やっぱね、忍者400はおっとりしてた、
それはそれで楽しかったんですけど、やっぱり高速道路での、ツーリング向きなバイクだったですね、そういった感じで親子連れのライダー、微笑ましいですね、羨ましいですね。自分もこういう経験をしてみたかったですけどもね、はい。だからさ、ね、例えば埼玉あたりから江ノ島あたりまでマッハ3でツーリング友達と行くんですよ。めちゃくちゃ疲れますからね、帰ってくると。本当もう体中のね、もう神経全部フルに稼働させてバイクと一体となって走って帰ってくるわけですから、非常に疲れんですよ。ブレーキポイント一つ取ったって考えて走ってますからね。そういうの比べると今のバイクは楽ですよ。何にも考えなくたってこれでもバイク走っちゃうんだから、勝手にね、勝手に止まっちゃうし、何の苦労もいらないバイク、その分飽きやすい。いい女は飽きやすいんだね、やっぱちょっとブスな方がね、あの女ってのは飽きないんだよお前はいい女だXSR ちょうどいいサイズだよはい、ということでね、あっという間に五日の道の駅茨城県まで来ましたけどもね。お、RV だ。ああ、マッハで来ればよかったな、 RD がいる。はい、ということでね、道の駅五日で知り合った、何さんですか。大岡と申します。大岡さんですか。はい、ありがとうございます。私の元ブログを知ってですね、声をかけてくれた XSR900 乗りの方ですけども、W650 も乗ってるということで、はい、非常に今いろいろオートバイ談義に花が咲いておりますけども、やっぱり XSR いいですね。でけえもん。タンクとかでかいからやっぱ迫力ありますよね。まあ、XSR900 と700がこうやって並ぶっていうのもなかなかないシーンなんでね、やっぱ倒立フォークの差がでかいですよ。それとやっぱ3気筒、ただね、このパワーにね、順番はついていけないこのパワーを制御しきれないんでね、自分は700にしたということですけども、はい、さあそろそろ自分も帰ります。どうもありがとうございました。またここら辺来たらよろしくお願いします。はい、これ行くとどこ行くんだろうな。どこ行くのかわからない道を走るというのは面白いよ、コーナーもあるし、これバイパス出んだっけ。出ねえよな。ねえじゃねえかよ。これダメじゃねえか。これ U ターンだよ。 U ターン、バイパス出らんねえ。ここバイクの練習になるな。練習になりますよ。さあいい加減して帰りますかひっくり返ねうちにね。はいはい、そんな感じでね、また国道4号線東京方面向かってね、地元へ帰りたいと思います。順坊、今日はねまたちょこっとした出会いがあってね、非常に有意義な一日でございました。はい、
そんな感じで、本日はね、終了したいと思いますんで、皆さん最後までご視聴どうもありがとうございました。